てるので今日の衣装の特徴なんかをご説明いただいてもいいですか。今日は、ひーくんは普段は日向夏の衣装をしているんですけど、はい、今日は神楽の衣装でやってきました。はあ、おめかしですね、はい、今日は ね、 そうですね、かっこいいひーくん。そして、はい、次にぬーちゃんですね。ぬーちゃんは、はい、普段の衣装なんですけど、はい、頭にフェニックスの木、宮崎県のシンボルの木、はい、フェニックスの木をつけています。フェニックスでした。ヤシって言っちゃったんですごめんなさいねフェニックスの、はい、ごめんつけています。そして、はい、お洋服なんですけど、はい、青と白のボーダーのお洋服を着ているんですが、この他にもピンク色の T シャツだったり。え、ピンク見たことない。ピンク色あるんですよ。恋旅っていう書かれた T シャツが、はいはい、あるんですけど。そうなんだ。それ以外にもチアリーダーのお洋服なんかもたくさん見てみたい。かわいい。そして後ろに隠れちゃいましたけどもカー君、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 みんなから見えないから今日のお衣装がカー君、はい、カー君は、いつもと普段と違う衣装なんですけど、うん、カー君は古代人の今日は衣装を着てきてくれてます。おー、古代人ですね、はい、やっぱ宮崎というと神話の里ですからね。カー君のお気に入りポイントがあるんだよね。カー君お気に入りポイント、どれが好きなんだっけ。あ、そっか、マガタマが。そういうことだ。大好きなんです。さっきグーって出されたからなんだろうと気づかなくてごめんね。カー君マガタマが特徴なんだって言いたかったんだね。ごめんね、気づくようにする普段は、カー君は宮崎県のブランド地鶏宮崎地どっこの衣装を着ているんですけど、今日は古代人の格好でやってきました。めちゃめちゃスペシャルじゃないですか。でもこんなに素敵な衣装でいつものあのキレッキレのダンスできるんですかね。どうかな、ひーくんむーちゃんか今日踊れるかな。踊れる、嘘だ、こんなにちゃんとわーってして大丈夫。あ、ジタダ生まれたじゃあ自信を持ってるみたいですね、はい、そうですね。今日は2曲ダンスを披露してくれるので皆さんぜひ楽しんで見ていってください。はい、じゃあ皆さん